やさすアテナイの皆さん、今回も問答編ということで、どんな質問が来ているのでしょうか。はい、今回は特殊泊の指導法を教えてくださいということで、そもそも特殊泊というのは、まあ、3つありまして、はい、1つは超音、伸ばす音ですね。はい、で2つ目が促音といって詰まる音、ちっちゃい通ですよね。はい、で最後が発音という音の音ですね。まあ、しりとりで最後につくと負けるやつです。例えばインターネットという言葉があった時に、インのんはこれ発音ですね。で、たーと伸ばす音は超音。で、最後のネットの熱等のつですね。ちっちゃいつは促音ということになります。で、日本語の場合、これをすべて一拍と数えるので、インターネットだったら、全部で7拍になるんですね。はい。なので、まあ、短歌とか俳句の時に、何拍か数えるんですけど、インターネットはきっちり7に収まると。いうことになります、はい、でこれ言語が違うと、例えば英語が母語の人だとインターネットという形で3音節として捉えるんですね、はい、で日本語を話した時にその特殊泊が出てこないとか省略されてしまうっていうことが起こります。でこれの指導が必要になりますね。でいろんな方法あると思うんですが、例えばですね、まあ、どうしましょう。超音で、おじさんとおじいさんにしましょうか。まあ、例えば、まあ、指を出して、おじさん、おじさんは4であると。で、おじいさん、おじいさんのこの3があると、いがあることを示してもいいですし、まあ、一緒に手を叩きながら、おじいさんが4ですよね。で、おじいさんが5であると。いうふうに、こう、体でもってこう、体感させてもいいかもしれませんね。はい。で、次は促音で、まあ、切手と来手にしましょうか。で、これもまあ、指だったら、きつてですね。つがあるよと。ただこれ、音は出てません。切手と。何も言わないんだけど、ここに、音が存在してる。まあ、空白が存在してるんですね。はい。で、きてだったら2ですよね。きて、きて。手を叩いてもいいですね。きつて、きて。で、もしくは聞いてという風に手を叩くと、ね、数が分かりやすいと思います。最後発音ですが、新幹線にしましょうか。で、これも英語っぽく言うと新幹線みたいな感じになりますので、はい、3音節になってしまうので、まあ指だったら新幹線があるよということだったりとか、まあ手を叩いて新幹線と6回叩きますよということだったんですね。で、実際これ機械で測定すると、特殊泊って他の泊より0. 何秒短くなってるっていうのはあるんですね。ただ指導上は他の泊と同じ長さで教えておけば、こう程よくこなれてちょうどいい長さになりますので、でまた短くなりすぎたら矯正して長くするという形で、ちょうどいいところでこう修正していってあげるといいかなと思います。はい、ではこういった形で指導法に関してもご質問をお受けしておりますので、概要欄だったりとか他の質問も見ていただいて、はい、ないなと思ったらコメントでも何でも構いませんので、質問をお寄せいただければと思います。はい、では今回はこの辺で失礼します。アディオー。